こんにちは、バイクジャーナリストの小林由紀です。今日もですね、足つきインプレをやっていきたいと思いますけれども、お待たせしました。2021モデルのハーレーダビッドソン、ようやくですね、足つきチェックをする日がやってまいりました。本来的にはですね、だいたいハーレーさんって前の年の9月ぐらいにですね発表になるんですけれども、この状況下なので、今になりましたということで、こちらは2021、ニューモデルとなりましたストリートボブ114、エンジンがですねこのミルウォーキー8の114になったということで、その辺も含めてですね、私足つきチェックは、足つくつかないだけではなくですね、このバイクをねまたがって起こせるかとか、どのぐらいの重さ感じるかとか、そういうことをやっております。ということで、今から足つきチェックしていきたいと思いますけれども、いつものように私のスペック、身長が160センチぐらい、そして手足がですね同じ身長の方に比べて4センチずつ短いというね、 RS 太一さんの公式の見解でございます。単腕単足なんですけれども、単腕単足族にも優しいこのハーレーダビッドソン、ソフテールファミリーですね。こちらもうシート高見るからに低いんですけれども、なんと私の股下よりも低い680ミリというね、600ってねなかなか聞かないんですけれどもね、日本の、往年のアメリカンでもそこまで低いのはなかなかないかなということで、そちらからもしかして私のこの股下見えるんじゃないでしょうかね。しかもちょっとねサイドスタンドでこう少し倒れてますけれども、見えますので、一応前に回りましょうかね。もうこんなですよね。こんな低いところにあります。ただしですね、足つきってこのシート高自体が低いだけではですね足つかないんですね。やっぱりこのエンジンの幅、そしてこのシートやタンクの幅っていうのも結構影響あるんですけれども、これライダー目線で見る、やばいですね。ハーレーダビッドソン、サイドがね、だいぶこう左側張り出しています。そしてこのですねストリートボブの場合はマフラーがこのエンジンのサイドよりもちょっと外側にあるんですね。それも含めてどんな塩梅かまたでいきましょう。はい、ということで、後ろ側もだいたい低いですね。だいぶ低いです。なのでもう何も考えずにこれ後ろからいけちゃうんじゃないかなぐらいのね。それはさすがに無理ですけれども、またがります。はい、もう真ん中に座りました。はいね、だいたい普通のバイクですとねシート高自分の足より高いところにあるので、こんな感じで座らなきゃいけなかったりするんですが、もうまたがった瞬間に真ん中に座れます。そして右足シートステップなんですけれども、これはですね、ミッドコントロールというのですかね、ハーレーダビッドソンの場合はフォワードコントロールといって、足を投げ出した位置にステップまたはプレートがある。でこちらはですね大体真ん中辺なんですが、スポーツタイプのバイクよりはやっぱり前にありますね。でちょうど膝が90度に曲がったようなあたりの下にあります。でそこにもう無理なく右足が乗っかると。で、こちらのモデルの場合はハンドルがだいぶ高い位置に来てるんですけれども、前のモデルと比べてもちょうどいいような高さにあります。私手ね非常に短いんですけれども、もう前に伸ばしたらすぐにつかめるという位置にあります。さてですね、このハーレーダビッドソン、シート高は低いんですが、このねアイアンホースというぐらいですから車重は結構あります。でこちらですね297ですかね。はい、7kg、装備重量とはいえ相当重いです。重いんですけれども、きっとね重心位置は低いところにあると思いますので、このまま起こせるかどうかやってみましょう。さてせーの、重さはそこそこ感じるものの、私の場合はですねどっちかっていうと今ねももの力、脚力のももの力と、あと腕でちょっと押しながら起こす感じなんですが、途中まで結構重いんですけども、直立ぐらいになるとですね、すっごい安定して、この重さはちょっと忘れるかなっていうぐらい安定した感じになります。はい、そしてもう右足はね、下ろせば両方つきますよ。はい、エンジン結構張り出してると言いましたが、左側のやっぱりサイドケース、膝の内側こうちょっとね、もうこれ以上足閉じれませんというぐらいこう外側に張り出しています。右側はマフラー、後ろバンク側のエキゾーストパイプがですね、ちょっとこの膝の後ろ側に当たってる感じはあるんですが、今私の足はですね、つま先がもうしっかりべったりで、かかとギリ、普通の足の長さの人だったら多分かかとまでしっかりつくと思います。かかとは今ね、私浮いてる状態です。はい、でまあ一応踏み替えるという形で左足、乗せました。で、片足ちょっと上げると、まあ若干ほんの少しだけね、重心位置が変わる、自分の重心位置が変わりますので、足、かかとべったりつきます。さて、サイドスタンドなんですけれども、このバイクの場合はステップよりちょっと前の位置にあるんですが、しっかりこの角が生えていますので、つま先かかるでしょう。かかりました。そして、はい、もう簡単に、バネもね、緩いですしね。はい。つま先で出し入れすることができますということで、まあこの最初のこの起こす感じでこそね、まあやっぱり300キロ近くあるバイクという感じはしますが、もうこのね足つきが安心感がすごくあるので、まあなんか不安なく皆さん乗りこなせると思います。